ソフビオオーインバスター、色鉛筆と割り箸で作る。はい、ソフビの手に合わせて絵を描いてますよ。これを切り抜いて型紙として使っていくか。はい、材料の切り出しね。まずはスタンプの重心から。よし、色鉛筆でやってみっかな。はっ、長さを合わせて描くのね。次に使う時用に戻しておいてよ。スタンプ台のある断層は割り箸の太いところに2線分でいきましょうか。中央フレームは割り箸の太いところ1線分使おうか。よし、このフレームから加工していこう。ここグリップにもなるのよね。色鉛筆ちゃん、やるか。おお、いい感じ。しっかりはまるな。模様もそれらしくね。ここはボタンが入る場所ね。お次は断層のところ行きましょう。接合部合わせていこうか。 R に合わせていきますよ。お、いいね。春節春節、おい接着剤ね。おい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 、ここも接着しちゃうのかよ。色鉛筆が割れやすいからってスタンプ遊びができねえじゃねえか。気を取り直して銃口を作っていこうか。縁取りの部分ね、四角に合わせて折り目を作る。ここはもう一本筋を入れて間を剥ぐ。これで折り目が綺麗になる。形をそれらしくカット。春節春節、ヤスリで整えます。お次はグリップの見える部分ね。おいおい、ちょっと待てよ。左手に持たせる気か。後で右手用に修正だな。はい、次は斧を作っていきますよ。お次は失敗した割り箸が必要。刃先を作る。尖らせて割り箸の筋を取っていく。シャープだな。スタンプ台の製作ね。整えた割り箸を3本くっつけて四角にする。こんな感じ。
きね。グリップの補強板を作る。割り箸を薄くするのね。斧の刃をつけて手の感覚にする。瞬節瞬節。スタンプ台もつけちゃおう。スタンプのお顔をコピー用紙で作る。スタンプ取り外し用ボタンで、これクリアパーツにしちゃえ。厚紙で作った照準をくっつける。よし、工作は終了。ちゃんと右手用になってるわ。そんじゃそうちゃんね、青と紫混ぜてますよ。ガンダムメタブルーとガンダムシルバー、混ぜ混ぜ。ガンダムメタレッドとガンダムシルバー、混ぜ混ぜ。黒でスミレ。スタンプ顔はグレーで、ノリでつけましょう。奥に紙を仕込んで蓋をする。はい、完成ね。それらしくできたかな。おー、決まってる。両面テープで持たせてるのね。武器を持たすと映えるな。アックスちゃんもいい感じ。ご視聴ありがとうございました。